花尾恵四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは。なんか、いきなり始まってしまいましたけども大丈夫ですかね。え、今大丈夫？あ、まだもうオンエア入っちゃっていいんですか？いや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 、どうもどうもどうも、こんにちは、金尾四郎でございます。なんか全然決まんなかったね今ね。ねえ、もう一回やる？いや、もうだからこれ生放送なんですよね。あの、いろんなことがありますよね。ちょっとあのいろんな不手際がありまして、あの、申し訳ありません、ね。今日はね、金尾四郎の音楽魂、今日金玉ということでですね、先週に引き続きましてですね、松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。まあ、金玉っていうかゲストいらっしゃる時はね、はい、今日俺決めようと思ってさ、サングラスまで用意して、いやいや、もうあのしてたんだけど、まあ、あのこういうね、写真だけでもどうですか？いやいやいや、まあこういう時もあるってことで、あるっちはあるよね。まあ、生放送だから ね、生放送はね、何が起きるか分かりませんけどもですね、はい、ちょっと締まりがない始まりになりましたけどもですね、先週でしたか、スライラビューっていう曲をね、リクエストいただいておりましたので、今日はまあこれはその伊勢風美セピアのね、まあ、踊ってた柳葉敏郎さん の、うん、デビューシングルになりましたね、うん。で、まあ、ちょっとこう CD ケースが今ないので、ここ手元本当にないので、あれですけどもですね、こっちにね、ありますよね、これありますが、写真が、まずね、その曲聴いて、聴いてもらいましょう。これ放題がついてて、君の名はになっております。それでね、サブタイトル Still I Love You っていうね、柳葉敏郎、これ歌で、作詞作曲金尾四郎、行きましょう。悲しい。
ということでですね、柳葉敏郎が歌いました金尾芳郎作詞作曲、君の名は Still I Love You っていうね、これ LP の、 あのアルバムっていうかあの CD のタイトルになってます。この君の名はっていうなんか映画あったね最近、これ大昔で出したやつなんだけど、あの柳葉敏郎さんのねソロアルバム、タイトル曲になってますね、うん、まあこれがシングルカットされたんですよね。素晴らしい、素晴らしいね、うん、それがなんとかディスクでした、シルバーディスク、シルバーディスクですよ、ね、作詞作曲だからすごいね、すごいよね、作詞作曲ね、うん、あの作詞部門作曲部門一応いただきましたけど、素晴らしい、ね、素晴らしい、それってこれが今日持ってきてこのギターで作ったんだよ。へー、これヤマハの1万2000円のギター、1万7000円のギター、おお、これもうボロボロだけど、ね、このギターでその曲を作ったので、要するにあのあれ広告の 裏にさ詞を書いてでコードを書いてで大体30分ぐらい作ったかな。おね、そういうこともあるんですよ。それ大ヒットしてギターもっといいの買えばよかったもん ね。写真飲んじゃったか、飲んじゃったか。でもあれじゃない、今でもあれじゃない、カラオケとか歌うと、ね、印税が入ってくるんじゃないですか。まあでもね、あのやっぱりね、その当時っていうのはあの大体3万枚シングルだと売れないと次がないっていうね、うん、でもこれオリコンでヒットチャート、ね、初登場で50以内に入ってたから、うん、まあまあ ね、最初の方が良かったのかもしれないよね、うん、そういうね、柳葉敏郎さんの歌っていただきました君の名は Still I Love You ご紹介しました、今日はね金玉ということで、何か、お便りいきます、はい、早速、はい、行きましょうか。これね、大阪の聖子さん、ほいほいほい、こんにちは、大阪の荒木聖子です。金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、はい、いつも編集から撮影までラジオなのに楽しみに拝聴と拝見いたしております、うん、お久しぶりです、緊急もまたまた1ヶ月延びましたが、
うん、負けることなく頑張ってやってます。今日はゲストさんいてはらへんとのこと。いてはらへん、ミニライブ中継ですね。そうですね。リクエストはこれをお願いいたします、うん、風の中で立て、よろしくお願いします。来ましたか。2月20日アビーも参ります。え、来てくれるの。そう、これ時間がね、楽しみにしてます。すごい、あのオープンが早くなっちゃって、やっぱり今そういう緊急、ね、そうですね。え、何時から4時。そうなんですよね。ちょっとだから夜の予定してあった方がね、ちょっと申し訳ないんですけど、一応7時に店をクローズするということで、めっちゃ早い、4時半ぐらい、5時に1回、うん、5時半に1回、6時半に1回というね、2ステージ、まあ、ステージ自体はあのしっかりやりますんでね、はい、あのお待ちしてます。本当お待ちしてます。ありがとうございます。来てください。大阪からね、ありがとうございます。はい、じゃあペンネームマリとモモコのモモコちゃんかな。モモコちゃん、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。カノンさん、としめさん、キキさん、桜田さん、こんにちは。はい、こんにちは。緊急事態宣言が3月まで延長されてしまい、ライブがなくなり寂しいですが、負けずに元気で頑張らなくてはいけませんね、今月は2月19日に網ためのお二人が久しぶりにカノンさんのラジオに出演されるとのこと。はい、どんなお話が、歌が聞けるのか、放送が楽しみです。ね、今週は久しぶりに、久しぶりですけどね、アミさん、ラストタイムブルースと、できたら筑豊ブルースがリクエストですが、何でも OK です。カノオさん、としみさんの素敵な歌、今週も楽しみにしています。ももこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。アミタムさんね、19日、あの久しぶりにね、久しぶりかもしれない。19日ね、ゲストもね、あの どんどんなんか増えてきましたね。3月がね、結構決まってるのね。そうそう、3月はもうあれですね、あの鈴木雄大さんもね、はい、昨日決まりました、お越しいただくようになりました。3月いつでした。3月26日の金曜日、26日の金曜日、はい、鈴木雄大さんといえば、ミシャの歌とかね、作詞されてる方ですね。そう、何十年ベテランですよね。楽しみですよね。これ丸山恵子さんのね、ご紹介 で、ね、うん、ご紹介いただきました、ありがとうございます。ね、楽しみにしておりますけどね、ということでリクエストをお答えしますか。最初から行く風中、かラストタイム、聖子さんは風中ね、どっち先、どっち先風中行こうよ。風中行きますか、いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。知らない街になっていた。ときめきはいつでも束の間に消えるもの。
ということで大阪の、荒木聖子さんのリクエストにお答えしました、風の中で盾花尾芳雄でございました。まあ1曲目からねこれやっぱりこう気持ちをこうガッてこう入れますよ、ね、早い時間があんまりやらないですよねこの曲ね。いやでもさやらないね、うん、いや俺ものすごく勉強になるのは、うん、あのこれ生放送で歌うってさもう失敗したらもうおしまいじゃない、ね、失敗ばっかりあるんだけどなんかねすごくねそれがね勉強になるよね。そうですよね、うん、まあ、ライブと違ってさ何人ぐらいの方がお聞きになってるかわからないけどもまああのライブよりも確実に多いわけじゃない。そうですよね、うん、だからさ一発目から声がひっくり返ったなんかなんかねそれも結構ありますけどあのちょっと力入れてね今ひっくり返っちゃったコーラス。えひっくり返っちゃったうーが
出てない、松下さん気合入ってないんじゃないの。いやいや、そのことない。気合の入れ方はダメじゃないの。いや、お仕事結構ありますからね、金玉はね。うん、いきます、ね、ちょっと、はい、お便りじゃなくてメール、メール、メール来ましたか、はいはい、これはメールといえば、はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、こんにちは。あ、こんにちは。さっき温度をチェックしたら武蔵小杉とアトランタは10度 C で同じ気温です。お、アトランタと同じなんだ ね、 ね、そんなことでつながっているなと妄想してしまうぐらい、はい、メッシングジャパンの今日この頃、はい、最近は一日一食に食生活を変えているので、あ、蛍光割りのアルコールが快感です。なるほどね。そんな状態なので気合を入れていただきたく、はい、ルート66リクエストさせていただきます。おっす高橋。一日一食はね、ディナーのみですって。あ、1日1食ですか、うん、そういう食事も、ね、ね、あるんだよね、そういうやり方もね、うんうん、何も3食食べなくてもいいというね、うん、なんか間16時間空ければいいとかね、うん、あのほら内臓を休めるためにその方が健康でね、うん、そうなんだ、1食だったらほぼ20時間とか空いちゃうから、うん、そうそう、いいね、夜食べるんだね、うん、夜食べるの。だから夜飲む方は夜抜くの難しいよね。難しいですよね。朝昼とか。いや、でも俺夜はご飯、ご飯類一切食べないよ。ああ、そういう炭水化物飲むだけで、うんうん、タモリさんとかも一日一食っつってて、ね、そういう人多いね、うん、最近ね。あとなんだっけな、ドクター中松。ああ、懐かしいね。ぴょんぴょん飛ぶ人。そうそうそう、頭の回転が良くなる。ああ、なんかね、うん、あ、そういうこともあるんだね。そうよね、そうかもしれない。食べるとほら、胃をこう動かすのにいっちゃうから、うん、頭がなんか回らなくなる。血のね、うん、眠くなるってそうだもんね。あ、そうそうそう、脳がね。そうですね、うん、鈍感になるというか、うん、一日一食かやってみるかな。ね、私は何にする。俺でも朝昼はちょっと食べたいよね。で、また俺麺が好きなんだ。無理じゃない。一食無理じゃないですか。でたまにご飯食べると力が出てくるようなね。俺なんか古いんだろうね、考え方が。考え方もうね、今の常識じゃ考えられない。もう 俺らの時代でさ、もううさぎ跳びとかやって絶対やってたじゃん。あれって体に悪かったんですよ、結局。そう、あとはでしょ、あの走る時は水飲むな、そう、ね、そうそう、水飲むなでしょ。もう部活の間中水飲んじゃダメとか、ね、そうそう、それがもう美徳だったから。そうそうそう、我慢するのが、ね、今じゃもう全然逆でしょ。そうだよ、我慢しちゃいけないの。ダメなんだよね、水飲まない。未だにね、なんかそんなに飲まない。最近少し飲むようになったけど、きついね、水が飲むのが。酒だったらいくらでも飲めるんだよ。なんででしょうね。あとなんだっけ、コーダ飲んじゃダメとか、炭酸飲料飲んじゃダメとかあったよね、昔、うん、あ、そう。あれはね、どういうことなのかよくわからないけど、まあ、いろいろね、常識も変わってきますよね。そうですよ、ね、うん、もうこれからね。ももこさんのリクエストのお答えしましょうか。はい、何が来てましたっけ。ラストタイムブルース、ラストタイムブルースやってみましょう。カナオシロですね、背中で聞いて別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う Last time blues。 目覚めた写真を焼くだろう。最後の恋になるはずが、oh, oh, 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 Last time Pardon me, お前に罪はない。
出て ストタイムブルースお届けいたしました。ごめん、最後ちょっとコード間違えた。どこ行ってんのか見えないんだもん俺。ね、そういうこともありますよね。メガネしてもね、見ないんで見てないのよ。ですね。この間も言ったけど、あの普段ね、譜面というかこう歌詞カードも見ないんだけど、集中力が足りないんですね。ね。そうですよ。お便りありましょうか。お便り、はい、いきますかね。はい、これはですね、スタジオの皆さんこんにちは。こんにちは。今回初回放送で菊田俊介と一緒にスタジオにお邪魔させていただきました。ほう、鈴木雅之です。あ、鈴木雅之さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ね、今度ちょっとこっそり飲みに行きましょう。はい、こっそり行かなくてもね。私事で恐縮ですが、昨日は私の63歳の誕生日で、カナオさんをはじめラジオのリスナーの皆様からも、うん、たくさんのお祝い、ね、メッセージいただきまして感謝申し上げます。まずはこの状況なので健康第一で過ごせればと考えております、うん、それからいとこの宣伝で恐縮ですが、うん、今度の日曜日に宇都宮のビートクラブスタジオで無観客で CD リリース記念菊田俊介プレミアム、プレミア、有料配信がありますアコースティックのブルースのアルバムを出したの、ね、インナールームね、はい、うん、時間は17時からですが2週間までは見られるので、はい、リアルタイムで見られない方にもおすすめです、うん、こちらの配信は画質、うん、音響、カメラワーク、照明と、うん、テレビ放送と見間違えるくらいのクオリティが高い配信をするのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。1回見たんだけど、もう内容っていうかさ、画像もいいし、うん、カメラ 3台ぐらい撮ってるのかな。そう、すごい。で、あのライティングもね、ライティングもすごくいい。なんかどっかのスタジオの PV みたいな感じ、うんうん、そんな感じよね。ね、すごいね。ああいう配信だったりしてみたいの俺、うん、やっております。なんかこれからそっちの方向に行くかもね、うん、と思いますよ。どうぞよろしくお願いします。だって配信って俺も10年ぐらい前からやってるわけじゃん。俺って俺、まあ、これはね無料配信で無料配信やってるもんだからさ、今さらお金ちょうだいって言えないからね。あいきなり今日から投げ銭しますみたいな。でもまあこういう形にね、はい、徐々に行くと思いますよ。まあそういうのもだからそのつもりで。そのつもりでって何ですか。いや僕は人の前だけですよ。もう俺一人、まあ、だけでもいいよお客さん。だから、うん、でも配信でもスタジオにまあ何人かはね、うん、入れてやるところもあるしね。まあね、リクエストだからこれ、まとめると菊田俊介プレミア有料配信ライブ、うん、今週の日曜日でございます。よろしくお願いします、はい。リクエストはカナオさん、うん、ダイナマイト。ダイナマイトダイナマイトだって。ソシミさんは横須賀の N さんからぜひお願いしますと言われている
松原美樹さんの真夜中のドアですが、突然で無理でしょうから、こちらはまたの機会で結構です。寒い日が続きますが、皆さんご自愛くださいませ。ありがとうございます。松原美樹さんって言ったらやっぱり松下俊美さんは結構ご縁があったんでしょ。ご縁っていうか、まあ仕事一緒にやってました ね、 ね、あのうちの事務所に美樹ちゃんが、うん、あの来まして、所属してたんですよね、うちの事務所に。事務所に、そうなんだね、所属タレントとしてね、はいはいはい、第一号。それひばりさんの事務所。ひばりさんの事務所ですけれども、うん、私が担当してたあのミュージックフェイスという別の部署があって、うんうんうん、そこを私は途中からやらせてもらって、うん、そちらの方に、ね、あの来たんですよ。だから何年ぐらい一緒にやったのかな、その時に。だからリハやったり、リハで歌ったり、私が松原美樹さんの歌をリハで歌ってるっていうの、うん、松下俊美が歌ってるっていうのはおかしいよね。そうそう、だからマネージャーみたいなことだった。本人がほら来れないとか、そうそう、休まなきゃ、じゃなくてね、うん、彼女はねものすごく繊細で、うん、あのそういう状況、あのなんていうの、この客観的に自分の音を見たいわけ、うん、そのこういう音作りっていうのをね、だからリハーサルがものすごく長くやるの、うん、朝までやる、いるの、その場にいて、こう 歌いながら聞いて、ここはこういう風にしたいとかっていうね、うん、アレンジャーにもともと なりたかったみたいなので。あ、そうなんだ。そういうことにあの結構長けてたのね。その時歌は松下さんが歌ってた。そうなんだよ。だからそう、モノマネしながら美樹さんの息遣いのようにこう歌うわけよ。でアレンジャーが詰めていくのか。そうじゃないとこれ伝わらないじゃない、私が歌ってもね。もう一生懸命こう息、あの子は割とブレスがね、うん、得意というか、まあそのなんていうんだろう、持ち味がね、うん、あって、だからそこ真似しましたよ一生懸命。そしたらね最後の方ね、うん、リハのカセットで聞いて、美樹ちゃんが、これ松下さんだっけ、私だっけっていうところまで行ったことがあって、あ、これはやったと思ってね。そう、いろいろやって、それから松下先生って言われるようになった。それはね違う、それはまた別に、また違う話。美樹ちゃんね、だからね、なんでかっていうと、最近ほらあの YouTube でインドネシアの女の子が真夜中のドアを歌って、うん、それで世界何十カ国、うん、98、ね、すごいな、何十カ国で今トップなんだって、真夜中のドアが。あ、そう、うん、1位になって。素晴らしい、世界だよ、世界よ、すごいっすね。だからたった一人の女の子がね出てたけどね、可愛い女の子がまた天使のような声で歌って、うまいのよ、これが日本語バッチリでね。で、日本語で歌うの、うん、あ、それいいね、すごいね、うん、それがね、なんかこう派生してすごい世界へ行ってるんだ。それ知らなかったんだけど1位なんだって今。うん、だそういう話をね、うん、ちょっと知ってたらなんかこう聞きたいっていう感じになって、こう、うん、まあ、前やったよねライブでね、2年前のカツオ祭りでやりましたね。カツオ祭り、うん、私ねライブやるときは美樹ちゃんの歌必ず1曲歌ってたの今まで。あ、そうなんだ。やっぱり縁があるから。全然知らなかった、本当、うん、そうなんです。で今度ね機会があればぜひ やってみれば、ね、Stay with me ってやつよね、前よね、うんうん、そういうね、うん、そうやりますね、やってみようかね、ありがとうございます、うん、じゃあてなことで、どちらの鈴木さんの、鈴木さんね、リクエストダイナマイト、すいません、僕やらせていただきます。昼間からお酒飲みの歌なんですけども、いい、申し訳ありませんが、ダイナマイト流行ってるから
はい、ありがとうございます。外のお客様もね、あの拍手が参りました。昼間からこういうねお酒飲みの歌ばっかり歌ってすいませんね。これやっぱ横浜のね、あの富町あたりのね、あの野毛とかね、はい、あの辺 の、 あの雰囲気で作りましたけど、ね、立ち飲み屋さんとか、そうそう、まあ、大体僕はそういうとこが好きですね。あのこれやっぱりここの部屋の温度が高いから下がるよね。本当、うん、どんどん下がる。じゃあその間にちょっと、うん、お便りいきますね、うん、あ、金尾さん、松下さん、桜田さん、はい、撮影のキキさん、こんにちは。こんにちは。いよいよ春に突入しましたね。富士山も雪が多くなって堂々たるものです。今週も金玉ですね。和気あいあいとした雰囲気での様子をリアルタイムで聞かせていただきたいと思います、はい、リクエストはリバーサイドマイホームタウンです、はい、私はその日で良かったこと、嬉しかったことを3つに絞る3列日記をつけていますが、トラブルアクシデントがなかったこと、それをかけると平凡こそが究極の幸せなのかなと振り返ります。平凡ね、うん、皆さんの、夜の締めくくりは何ですか。一日のね、うん、これはね、金尾義郎御殿場の情熱再生さんからです。ありがとうございます。はい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 、ね、一日の締めくくりっていうのはどういうことなんだろう、いいこととかなんかそういうこと、まあ、寝る前に酒飲むとかダイナメです、うん、なんだろうね。夜はね、夜はさあ寝ようと思って寝る、それとももう眠くなっちゃって寝ちゃう。いや僕はねもう寝ようって思って、もうギリギリまで起きてるから、もう死んだように寝るよね自信があっても起きないと思うよ、ね、でも最近やっぱりね、自分がね自然にすごいこう世の中が不安じゃない。毎日そのまあ、はいはい、コロナのこととかいろんなことがあるじゃない。もうその経済のこともあるし、やっぱ心の中どっかでさ不安になってんだろうね。うん、夜目が覚めること多いのよ。変な夢見るとか、この前なんかフェイスブックになんか変な夢見たって書いてました、ね、うん、変な夢見た、あの夢の中で殺されるわけよ。いや、よくあの映画とかも出て。タクシーで殺されたりしてせんから、前ちょこっとねそういうのもあるんだけど、あのそういう夢見たりとか、だからちょっとやっぱ精神的に不安定なんだろうね自分で。そうでしょうね、バランスがね、うん、みんなそうだと思うよ。ただやっぱりこうやってあの歌ったり笑ったりね、であの抵抗力つけて、あのみんな元気にね、あのやっていきましょうっていうね、うん、ことで、うん、だいぶなんか僕も歌うことがあるからね、すごくあの歌ってる時は気が、まあ、紛れるというか、うん、救われますよね、こういう歌を機会があればね、1週間に1回でも、ね、そうね、うん、リズムがちゃんと1週間に1回のリズムがあるだけでもだいぶ違うからね、うん、ただやっぱり 笑ったりすることって、笑ったりあのやっぱり、あ、今日も生きててねありがたいなっていうね、うん、俺なんか小さい頃にあのまた今度話すけど、その飛び降り高いところから飛び降りたりしてんのよ。あ、はい、で命拾いしたことが、トラックに跳ねられたりとか、うん、高いとこはその飛べると思ったらスーパーマンに、ね、なれると思って風呂敷マント代わりに、それはしかも友達の家の2階からすごい大変なことになっちゃって、ね、でもそれ命が今あるっていうことはね、やっぱり今思うとあこう助けられてたのかなってすごく今思ってて、あ、大丈夫ね、そういうことで松田さん、ちょっとあの歌いきましょうよ。歌いきます、はいはい。あの昔ミキ君、博多のミキ君が好きだった歌があるじゃん。好きだった、なんだっけ、はい、今からメールを読もうと思う、なんていうタイトルなんですか。これね、タイトルなんだっけ、昔の歌だよねこれね、星かげの小道、星かげの小道、うん、それいきましょうよ、はい。夢
はい、松下としみが歌いました、はい、星影の小道でございました。ちょっと今最後間違えましたね、感想もうちょっと長かったのね、本当はね。いいんじゃない、いい、うん、よかったな感想いやいやいや、あ、ごめんなさい、いやもう以上でございました。はい、そのノリで行きましょうよ、行きましょうね、うん、もう、まあ、金玉だから、ほら、長いとか短いとか言ってないで、はいはい、言ったーっとしてやりましたはい、じゃあ、ということで、ね、お便り行きましょうか。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。朝は2度か3度と寒かったけど、10度くらい上がってきそうな晴れた博多です。あ、博多ね、うん、博多のみきさんです、はい、ありがとう。先週の金玉も楽しみました、うん、ありがとうございます。リクエストにもお答えいただき感謝です。先週8曲ぐらいやったもんね。そうですね、すごい、最高記録最高記録ね。今週もゆったりした週末のひとときを笑顔で過ごせそうですね、はい、延長になった緊急事態宣言の影響で、うん、イベントも延期が多く、うん、本当に大変ですね、うん、実は自分の生活にもかなり影響がありきつくなりつつあるけど、うん、それは置いといて、最近なぜか昔一緒に飲んだプロレスラーとの思い出が出てきています、うんうん、ホークウォリアーとかダイナマイトキッドとか、うん、ババさんとか、うん、改めて思うのは、そういう大物は、うん、ミュージシャンの方々もそうですけど、みんな礼儀正しくて人格者だってことですね、っていうことです。一緒に飲んだことあるんだ、ババさんと、うん、特にツアーミュージシャンに、ほーとか言いながら飲むのそれはパーでしょ、ほーだっけ、パーじゃなかった、なんだっけ失礼しました、はいはい、特にツアーミュージシャンに多く感心するのは、うん、出会った人を本当によく覚えてるなってことです、うん、やっぱり出会いの縁を大切にするってことは大事なんだなと思います、はい、記憶力に自信がないオイラも、うん、今後気をつけなくちゃなと思いますね、うん、先週お答えしていただいたリクエストは今週はありません、うん、はい、何でも楽しみます、うん、ありがとうございます。先週久しぶりに西の魔女に会ってきましたが、うん、やっぱり凡人じゃないですね、うん、変わらずパワフルでした。ほうほうほう、でも彼女にとって筑豊の妖怪のような変わらない声量と、うん、キーの高さは相当励みになってると思いますよ。誰や筑豊の妖怪かっこ笑い、うん、はい、言う、はい、だと思います、はいはいはい、で、来週の木曜日にはムーニーさんに会ってきますムーニーさんに会ってきます。ムーニーさんね、この番組何回かね、おいでいただいてます。その日はお昼に山口の上までボウリング修行に行く予定で、かなりスケジュールタイトですけど、はいはい、楽しんでロングウェイドライブしてきます、うん、ミキさんありがとうございます。ありがとうございます、いつもね、ありがとうございます。ということで CD かけたかったんだけど、ね、どうすかな、曲いくかな、うん、曲どうぞ行ってください。 CD 鈴木さんの誕生日だったんでね、鈴木さんにね、うん、ちょっと松下さんの、上海クラブ、上海クラブをね、プレゼントしてみようかな、途中まででもいいかな、ワンクラ、ね、うん、ワンクラスでいいんじゃない。松下としみが歌います、上海クラブ
でしょうか。これ感じじゃないですか。これね、可愛いでしょ。ちょっとあの可愛いでしょ。この曲 DF にアレンジしてやりたいね、これね、ちょっとバンドでやってくださいよ。そう面白いかもしれない。バンドでやってくださいよ。ということでね、あっという間に1時間、ね、やりましたけども、アトラートの、高橋ルート、師範のリクエストに最後66歳ルート、あルート66歳やってみますか。キー何になりましたんで、キー何でしたっけ。キー G でやってました。したことないから、あんまりやんないけど、やります。ああ、うん、適当にちょっと行こうか。アトランタのお疲れ様、ね、高橋志安のリクエストにお答えしましたけども、これアンコールで歌うやつ、やったことなかったね、あんまりね、ごめん、あんまりやらないですよ ね、ラジオではやらないよね。ということでね、リバーサイドマイホームタウン来てたんだけどもね、時間がなくなっちゃって、またね後日リバーサイドマイホームタウンもね、ステララビーも今日柳葉敏郎さんのね感じで、はい、CD をかけましたけども生でまた歌わせていただきます、はい、ということでね、あっという間の1時間でした、はい、いかがでしたでしょうか。楽しかったです。楽しかったです ね本日のお相手ははい、桜田武と、はい、松下としみ、金尾義郎でございました。来週のゲストいよいよですね、はい、来週は石田さんそう、12日、石田利和さん、石田利和さん、ね、石田さん2回目だと思いますけどもですね、この、プロフィールとかね、宣伝はちょっと Facebook の方でね、宣伝させていただきます。お楽しみください。 See you next time、はい。